放射性物質が大量に漏れ出したものではありません。20キロ圏内の方々に直ちに健康被害を与えることにはなりません。政府は延伸場に避難させようとしますが、放射能は風によって運ばれてきます。政府から明確な説明がないんです。セシウムが半減するのは30年だぞ。私いつまで生きられるんだろう。大丈夫や、日本はまだ間に合う。今やったら間に合うねん。前は死なへん。俺が死なすか、そんなもん。私の家だもん。逃げなきゃ死ぬの。